2009年マレーシアグランプリは2009年会1世界選手権第2戦として2009年4月5日にセパンインターナショナルサーキットで開催された。正式名称は2009フォーミュラ1ペトロナスマラジアングランプリ。マクラーレンのみがオーストラリア GP で使用したエンジンを搭載した。金曜日のフリー走行2後にブラウン GP のルーベンスバリチェロは ギアボックスを交換したため、決勝の5グリッド広角が確定している。また、前線のオーストラリア GP でのロバートクビサと接触、クラッシュしたセバスチャンベッテルは10、グリッド広角ペナルティを受けている。気温30度、路面温度40度、湿度76%の条件下で予選がスタート。91、編集開始後まず、中島和孝がターゲットタイムを記録した後、 チームメイトのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークする。そして開幕戦と同じくブラウン GP のジェンソン・バトンがここでトップタイムを記録する。そのままの状態で時間が経過していくが残り2分30秒となったところでピケ以外の前者がコース上に出て最後のアタックを行う。最終的にバリチェロがトップタイムを記録。フェリペ・マッサは現在のタイムで 91を通過できると考え、再度アタックは行わなかったが、後からアタックしたマシンに、次々にタイムを上回られ、16番手で91敗退。その他、ネルソン・ピケ、フォース・インディアの2台、セバスチャン・ブエミが脱落した。92、編集気温30度、路面温度33度、湿度78%。間もなく、雨が降る、可能性もあったためか、 開始3分ですで20台の車が走行している。91と同じく、まず中島がターゲットタイムとなる135.118をマークする。各社ソフトタイヤでアタックを完工する中、ブラウン GP の2台はハードタイヤでアタックを開始、バトンがトップタイムをマークする。その後、バリチェロとトヨタのヤルノトゥルーリがタイムを更新した。そして、 残り5分の時点でようやくバトンとバリチェロはソフトタイヤに交換タイムアタックを再開する。残り1分となった時にバトンがトップタイムをマーク。2位のトゥルーリに0.5秒差をつけてセッションは終了した。BMW のニック・ハイドフェルド、中島、マクラーレンの2台セバスチャン・ブルデが9-2で脱落した。9-3、編集気温30度。 路面温度36度、湿度79%。このセッションでもブラウン GP は早かった。セッション終了1分前までトゥルーリがトップタイムだったが、バトンに更新された。また、レッドブルレーシングのベッテルが3位に、バリチェロが4位、トヨタのティモ・グロックが5位となった。前述のペナルティの結果、決勝グリッドはバトン、トゥルーリ、グロック、ロズベルグとなり、 トヨタ勢が2.3位を獲得した。決勝スタート時は、気温30度、路面温度38度、湿度75%のドライコンディション。スタート時スタートは、フロントローのバトンとトゥルーリが遅れ、さらに BMW ザーバーのロバートクビサもエンジンのトラブルで遅れ、結局リタイア。一方、ロズベルグ、バリチェロ、カーズを搭載するルノーのフェルナンド・アロンソが順位を上げる。 1>, 1コーナーは、ロズベルグが1位、トゥルーリが2位と続いた。アロンソは9番グリッドから一気に3番手まで順位を上げるも、ブラウンの2台にかわされた。序盤は、ロズベルグ、トゥルーリ、バトン、バリチェロの上位4台で周回し、その後方で、アロンソ、ライコネン、マークウェバーがそれぞれ接近戦を展開。平気小原来年は、コースアウトし、 第一戦に続き1周目でのリタイアとなった。5週目時点の公式の天気予報では10分後に雨が降ると予想された。アロンソのペースが上がらないため上位4台と5番手以降の差がみるみる広がった。11周目にライコネンが13周目にウェバーがアロンソをオーバーテイクするも前の4台とのギャップは大きい。上位は3番手のバトンがトゥルーリに迫っていった。 13週目にベッテルが最初の通常ピットイン。各チームも続くが、ほとんどのマシンがドライタイヤでピットアウトした。その中でフェラーリはこの後すぐに雨が降ると予想し、5番手のライコネンのタイヤを不構図のウェットタイヤに変更。しかし予想は外れ、しばらく雨は降らず順位を落としていった。上位はロズベルグ、トゥルーリ、 バトン、バリチェロの順にピットインした。バトンがピットイン前にペースを上げ、順位はバトン、ロズベルグ、トゥルーリ、バリチェロとなった。上位勢が23周目に入る頃から徐々に雨が降り始め、各マシーン一斉にピットへ向かい、ウェットタイヤを装着。しかし、ウェットタイヤを使うには、雨足は弱く、その中でただ、一人朝溝のインターメディエートタイヤを履いていた。 グロックが大きく順位を上げる。その後、26周目にベッテルがインターミディエートに履き替えた。これに続くマシンが出るも直後に雷を伴う豪雨がサーキットを襲い、再びウェットタイヤへの変更を余儀なくされた。この混乱の中、ほとんどのマシンが3回以上ピットインを行ったが、唯一一度だけのピットインで済ませていたハイドフェルドが2番手に浮上。 赤旗が振られた時の状況は激しく降り続き、32周目で安全のためセーフティカーが導入されるが、33周目で赤旗が振られ、レースが中断された。40分以上様子を見たが、このままレース終了となった。セーフティカーが入る前の31周終了時点の順位でレースが確定し、終わってみれば、バトンが2戦連続のポール・トゥウィンで通算3勝目を挙げた。 ブラウン GP にとっては、会一が始まった。初年度の1950年のアルファロミオ以来のデビュー以来2戦連続優勝。ハイドフェルドが2位、グロックが3位で、昨年のハンガリー GP 以来自身2度目の表彰台。トヨタも2戦連続で表彰台を獲得した。トゥルーリが4位で入賞を果たした。なお、規定周回数の75%未満だったため、 各ドライバーの獲得ポイントは半分となった。これは1991年第16戦、オーストラリア GP 以来18年ぶり5回目の出来事だった。ありがとうございます。